ユートピの問いはこもどきです。今日紹介するのはこちらデラックスブルキャンガトリングでございますはいはい初めてカメラでガブのデラックス玩具買いましたねこんなんなんですね まあその武器ということでありますが、僕はどちらかというと、やっぱり狙ってんのはこれですよね。カメライダーアクションフィギュアのガブを乗せることができるんですよ。もう実質ガブのなんか専用バイクみたいな扱いですもんね、このグルーキャンって。いや、いいね、楽しみですよ。で、僕、あの変身ベルトガブ持ってないので、ご地蔵で楽しむことはできないですね。なので、その辺はまあ別の人の動画は見てください。いや、ご地蔵がまさかこんなにヒットするとはね、思わなかったですよね。どうやらね、争奪戦だったりだとか、 ガチャガチャとか直眼も結構見当たらないっていう話聞きますよ。はいはい段ボール取っていきましょうか。台本体はどこなんだああ、なるほどね。分解されてんですね。こんな感じでね。まあ、一旦一式出していきますか。ということで、ざっと取り出しました。まさかタイヤまでね、バラバラだとは思わなかったよ。相変わらずの取説はウェブなので、これを参考にしていきましょうか。あ、意外とでもしっかりしてる。勝手な。早速間違えたかと思ったけど。 はい、入った。結構しっかりしてる。で、こっちも入れてあげると。これ、かって。これ、子供の力じゃ入れられないんじゃないかな。はい。はい。はい。結構大人でも大変な力でしたね。一応僕大人ですからね。大変だった。ピンクのタイヤが前ですね。で、この。 運転席みたいなトリガーをつけてあげればはい本体完成でございますこれがブルキャングルキャンブルキャンですねこの携帯だとブルキャンバギーになりましたとでこのガトリングはね音声ギミックもありましてボタン電池で動くようになっておりますここにね青いボタンがあるのでスイッチ入れていきましょう素晴らしい巻き舌でございましたとこれでスイッチ入っ うるせぇ。でガトリングにするにはこの上のね青いボタンを押しながらトリガー部分を回転させることで変形させることができます。音声も鳴るのでやっていきます。 絶妙に何言ってるか分かんなかったですが、これでね、ブルキャンガトリングにすることができましたと。これね、意外と重たいっすね。あの、今こうやって片手で撮影もあるんで、不安定な感じで持っておりますが、結構な重量あるので、すぐ疲れそうな感じがしますね。で、音声遊びは、トリガーを引いて銃撃音10回に1回特別な音声で、トリガー長押しで連続こ銃撃音で、必殺技はタイヤを回すと、待機音が鳴ってトリガーを引くと必殺技。 でタイヤを回して必殺技大気音が鳴ってその中でまたタイヤを回して鳥が引くと超必殺技ということでまあちょっとバババッとやっていきましょうか。 ということでこれが一通りの音声ですね結構なんか可愛らしい音声ですねこの辺はガブらしい感じがしますこれねちょっとでもね回転するとねあの必殺の大気温になるのでほら結構ねうっとしいんですよね <laughs> 結構音声のスイッチの判定がね緩い感じがしますがまあ面白い玩具ですね大人のサイズでもこれですからね子供だとかなりでかく感じるんじゃないかな じゃあ僕、個人的にはメインの方やっていきますか。ま、まあ、さっき変形させておりますが、ブルキャンバギーやっていきましょうか。同じようにね、この下の青いボタンを、ああ、必殺技、うるさい。下の青いボタンを押しながらトリガーを回すと変形できます。 これでブルキャンバーギーの完成でございます。劇中でもね、出ておりましたよね。ほぼ CG ではございますが。いや、ほんと特徴的なデザインしております。ちょっとこっちから見るとね、チープな感じしちゃうよね。タイヤがね、ガトリングじゃない方なので、重厚みたいなのがないですからね。まあまあいいでしょうと。で、バギー形態では音声は走行音がね、4種類になるということです。まあ、転がし走行でね、タイヤをね、転がすことで鳴らせられるので、ざっとやってみます。 ざっと鳴らしつく感じだと4種類がね順番になってるんだと思います。ブールキャンっていうね音声が非常に特徴的なのでね、それ聞けると結構嬉しいかも。ただ、やっぱり音声は。 うるさいし、結構すぐなっちゃうので、スイッチは切っておきます。ちなみに、ブルキャンバギーには顔がついておりまして、しかも瞳もね、ありますよね、これ。なかなかいい再現度。なんか、パッと見シールに見えるけども、これはシールではなくて、塗装なんですよね。で、この瞳の黒いところに関しては、わかりますかね、これ。塗られてるわけじゃなくて、凹みの影みたいなところなんですよね。それによって、この瞳のね、形状を再現してるのはお見事だなと思います。ガンプラでもなんか、似 似たようなことやってますよね溝とか影でこういうところを表現するのすごいよじゃあこの 仮面ライダーアクションフィギュアのガブをね、乗せてみましょう。手首パーツは平手を使えって説明書には書いてあるんですが、なんでかっていうと、ハンドル部分こんな感じになってるんですよね。ハンドルとブレーキのところの間にね、ヒリみたいなね、パーツがあって一体化してるんですよ。子供がね、遊ぶね、おもちゃでもあるので、その辺の安全のための配慮だとは思います。しょうがないですね。ということで、ガブを乗せますよと。こんな感じですかね。はい、こんな感じになりましたと。 どうですもうちょっと激場だと大きい気はしますがまあまあまあ雰囲気は出てるんじゃないですかねで特にねステップとかがあるわけじゃないので足は完全手持ちぶさたという感じ手じゃないけどね座らせる分には特に問題なくてしっかりシートにねお尻をつけておりますから問題はなさそうはいはいこういう感じになりますとなかなかアクションとか難しいですがこんな感じでやっておりますブルキャン自体ちょっと重たいからね台座に支えるのは無理ですねいやガブもね固定されてるわけじゃない ハンドルにに関ししてててても握っるるといいうよりは触れてるだけなので簡単に落ちてしまいます本当に雰囲気再現というか、まあ、このぐらいで十分なんですかね。おもちゃとしてはね。楽しいっちゃ楽しいし、なかなかボリューミーなね、バギーでもあるので、楽しいおもちゃではありますよ。考えることはみんな一緒だと思いますが、次来るね、フィギュアーツのガブを、このね、ブルキャンバギーに乗せてみたいですよね。ハンドルがちょっと意外な形状しててびっくりしたんですが、サイズ的にはね、このカメラダーアクションフィギュアは、 まあ、フィギュアーツとほぼ同スケールなので乗せることはね。できるとは思うんですよね。フィギュアーツでね。このね、ブルーキャンバギーが出る可能性もさ低いからね。最近バイクのフィギュアーツもね。だいぶ渋いですからね。普通のバイクよりもボリュームあるね。ブルーキャンバギーは難しそうなので、今のうちにデラックスは抑えておきました。と、そしておまけになってしまいましたが、セットにはバックキャンごちそうが付属しております。まあ、これもキャンディーなんだと思いますけどね。バックキャンって書いてあります。 変身ベルトは持ってないので、ここですかね。おおなるほど。マジで初めての僕、ごそうなんで、ちょっと感動しておりますが、可愛い,いですね、ご地蔵ね。今、大人たちがこぞって狙ってるおもちゃですからね。本当に何が売れるか予想できませんよね。まあ、僕は今後も、今のところは集める気はないので、一旦これだけにはなりそう。 ということで、デラックスブルキャンガトリングでございましたけども、まあ、久々のデラックスガングの武器のね、おもちゃだったので、ワクワクしながらね、開封していきましたと、ガトリング形態に関しては、まあ、まさにそのまんまガトリングのね、おもちゃでございますが、いや、重さがね、意外とあるのが驚きでございましたね。この重量感は結構楽しいかもしれないです。で、タイヤのね、塗装とかも、 グラデーションのところがね、綺麗だったので、ここもまた評価ポイントと赤いんじゃないかなと思います。音声がね、結構でかいのでびっくりしましたね。ただ劇中でも特徴的なね、あのブールキャンっていうね、音声を楽しめるのが、このおもちゃの一番の特徴かもしれないので、トリガーのところをね、回すだけで簡単に変形するものとなっております。サイズ感的にはおそらくもっと ちょっとね劇中のバギーってでかいと思うんですがこの辺はしょうがないかなと思いますで仮面ライダーアクションフィギュアの仮面ライダーガーブ乗せてそんなに安定感はないのでちょっとそこはね残念かなと思いますハンドルを握るか何か固定できるようなものがあったりするとなおもかったとは思うんですがこれでねなんか走らせ遊びとかすると簡単に落ちてしまうと思いますまあ大人なのであんまやらないけどね今後来るねフィギュアーツもね乗せて楽しみたいものではございますしまあどうせ フィギュア釣れてないと思うので意外と重宝されそうなおもちゃだなと思いますあれだよね仮面ライダーオーズのライドベンダーとかそれにも似たような感じがしますボリュームもあってね楽しいおもちゃであるのでフィギュアオタクでも買って損はないかなと思いましたということで僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダーのフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではゆとぴでしたありがとうございます